Salut les amis, alors bienvenue pour la suite de ce let's play sur Shadowbringer, la nouvelle extension de Final Fantasy XIV. Donc aujourd'hui nous allons voir le premier donjon du mode histoire, enfin du mode histoire, des quêtes histoire de Shadowbringer. Et vous allez voir, il n'a rien de bien compliqué, je l'ai même trouvé plutôt facile, même si j'ai fait quelques erreurs. Donc je vais vous laisser regarder ça tranquillement, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée sur quand est-ce que vous verrez la vidéo, et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye.
まずい。大罪杭から光の放出が始まりました。あれを浴びるわけにはいきません。水晶湖、やはり撤退を。いや、撤退は不要だ。確かに大罪杭を殺せば有していた膨大な光が放出される。その光は新たな大罪杭を生み出し、人類はこの100年まともに反撃すらできなかった。しかし唯一それを相殺できる力がある。それこそが光の加護と呼ばれし力。故に私は見よ、大罪杭が放っていた光。それによって変じていた世界が、天の暗き海、闇の戦士が現れたんだ。夜空さ、本当の。あなたたちは何者なんですか？大罪杭を倒し、その光を受けても平気だなんて。それにこの空、まるで伝承の。
水晶湖。彼方の英雄よ、私は長い長い年月待ち続けていた。光の加護を持ち、罪悔を打ち滅ぼすことのできる。今あなたによってレイクランドに座した大罪悔が打たれ、この地にあるべき闇が戻り、正しき夜が訪れた。力なき罪悔はもはや闇の戻りし、この地に根を下ろすことはできないだろう。しかし取り戻せたのはおそらくこの一帯のみ。各地にはまだ大罪悔が潜み、光で覆った空のもと生命を食い尽くさんとしている。私はこの滅びの定めに反逆したいんだ。最大にして最後の抗いを。それがそちらの世界を救うことにつながるとしても、あなた方を強引に呼んだことは、私この非礼はいずれ必ず私の力、命を懸けて償おう。だから今は私たちに力を。罪悔を倒し、世界に闇を取り戻してほしい。それにしても、あなたどうしてそこまでして戦うの？私たちを呼ぶのにだってすごく苦労したでしょうに。もちろんこの地に生きる人々のため、クリスタリウムの民に平和な明日をもたらすためだ。それは否定しないけど、あなたがクリスタルタワーを呼んだ時にはまだ町はなかったのよね。だから最初のきっかけは何だったのかっていう話よ。救われてほしい人がいるのだ。その人の未来をつなげるならば、私は世界一つ救ってみせる。意外だろうか。だがこれ以上の追求は今は許してくれると嬉しい。私はこれでいて結構な老人なのだ。己を語る言葉の一つ一つがどうにも膨らみすぎていて胸に疲れてしまう。わかったわ。無理に聞こうとしてごめんなさい。私たちも引き続き一緒に戦うよ。遠くで待っている人たちのためにも必ず罪悔を倒そう。それでは保護した村人たちを連れて戻るとしよう。